皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃいますか以前はビッグヒットミュージックとして知られていたハイブは、2024年8月30日にレメリジアン・モクシーホテルで BTS のジョングクの個展、ゴールデン・ザ・モーメンツを開催しました。9月22日まで開催されるこのイベントは、ファンから非常に大きな注目を集めています。この展示会では、 ジョングクがデビューアルバム、ゴールデンを北米で制作し、宣伝するソロの旅を紹介しています。展示会に参加したファンは、イベントの画像をすぐにソーシャルメディアで共有し、これまで公開されたことのない写真、ミュージックビデオ、衣装ジョングクが獲得した様々な権威ある賞など、展示されている独占コレクションの数々を公開しました。これらの中には、 MTV ビデオミュージックアワード、MTV ヨーロッパミュージックアワード、ビルボードミュージックアワードなどがあり、すべて彼の輝かしいキャリアの証です。展示会で最も注目を集めた瞬間の一つは、すぐにオンラインで話題になった曲、ヘイトユーのアカペラバージョンの上映でした。この曲は、2023年11月3日にリリースされたジョングクのデビューソロアルバム、ゴールデン、 のトラックですこの曲のミュージックビデオは展示会でアカペラバージョンと一緒に上映され、ファンを驚かせました。ソーシャルメディア、特に以前はツイッターとして知られていた、X ではファンがアカペラバージョンのジョングクのボーカルの腕前を称賛するなど、肯定的な反応がすぐに殺到しました。あるファンは、 ゴールデン・ザ・モー・メンツ展示会からジョングクのヘイト・ユーの未発表の新しいアカペラボーカルバージョンを投稿しました。なんてことだ、これはとても美しい。すべての音に捉えられた美しさと感情を考えると、このアカペラバージョンが正式にリリースされることを多くの人が望んでいます。この展示会では、ジョングクが、スタンディング・ネクスト・トゥー・ユー、7 ラットとジャック・ハーローをフィーチャーしたミュージックビデオで着用した衣装も展示されました。この展示会のすべての要素は、制作段階から国際舞台での輝かしい瞬間までジョングクのソロキャリアの旅をうまくまとめています。ファンや一般の人々から大きな注目を集めたこの黄金の瞬間の展示会はジョングクの芸術性へのトリビュートであるだけでなく、 今日最も影響力のある世界的な音楽アイコンの一人としての彼の地位を強化するものでもあります。ファンは展示会全体で発表されるさらなるサプライズと独占コンテンツを熱心に期待しています。皆さん、今日のビデオはこれで終わりです。ご覧いただきありがとうございました。どう思いましたかコメント欄に書いてください。次のビデオでお会いしましょう。お体に気をつけて。